皆さんこんにちは、俳優の豊田真帆です。さて本日はちょっと素敵な雰囲気のところに来ておりますでしょう。ここは代官山です。代官山の山手通りなんですけれど、ファッション撮影やらブティックやらいろんなおしゃれなお店がいっぱい並んでおります。で、今日私仕事の帰りなんですけれども、ちょっと伺いたい展示会がありまして、こうしてやってまいりました。今日の服はちなみにこれ何年か前のザラのケープと、これちょっとブランド忘れた、普通のニットと、あとお友達の黒のパンツ、ちょっとブランドを今あと言えなくてごめんなさいを着ております。そして今日私が行くのはこちら、マイランさん。このブランド皆さんご存知でしょう。かわいいかわいいマイラン、カラフルな、すごい夢のあるお洋服いっぱい作られているんです。ではでは、ここの展示会、そしてちょっとセールもやってるみたいなので覗きたいと思います。素敵なお洋服があると嬉しいなと思ってます。とりあえずチャンネル登録まだの人はチャンネル登録してください。励みになります。はーい、マイランさんです。私一人で撮影してるんですよ。今回は12月ぐらいに手に入れることができるカシミヤのシリーズです。そう、展示会って随分先になっちゃうイメージなんですけど、今回はすぐに大丈夫という。これかわいいね、このスカート、このふんわり感すごいかわいくないですか。いや、かわいい。ブラウスもちょっときっと着たらね、あ、ここにちょっとサイドが開いてて、あー、かわいいんだろうな、これ着たら。この黒も開いてるよ、ほら。どういうことだ、これは。かわいい。あ、このセーターも見て、これかわいいね。羽。あとちょっと、ケープっぽい、ショールっぽい、なんていうの、ポンチョっぽいセーター。かわいい。ここはちょっと部屋着風だけど、スポーティーな感じもありつつ。素敵ですね。あと冬のパステルっていいですよね。暗くなりがちな季節なので、こういう明るい色は素敵です。わあ、かわいい。リボンがついてる。おー、素敵。カシミヤ。あ、ちょっと厚みのある生地で、いい感じ。あら、このコート何？かわいい。かわいい、まん丸。すごい素敵。これは相当なんかおしゃれ上級者ですね。あ、これもかわいいね、これ。トレンチコートのこんな変形。おしゃれさん、これ。素敵ですよ。これ後で着てみよう。うわー、カラフルな。あ、なにこれ、旅行用の。素敵、これだけ整ってたら。かわいい。スーツケース開けて全部これだったら、かわいいね。2階はサンプルセールやってるというので、覗いてみます。あ、かわいい。なんだこのスカート。かわいい。夏物、冬物、いろいろあります。ちょっと真剣モードで選ぼう。カラフル、マイランさんはカラフルなの。すごい素敵。ちょっとさ、上物ばっかりさ、私好きだからさ、冬は。危険ですね。これくらいで、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 
も着れるんですよ。こういう感じで。かわいい。切ってくれて香る感じ。今から貼り付けまで開けるとこういう感じになって。ここはどうで、あら、こうやったらこういう感じにできるし、こうやってセミとか入ってくる。ショールがいいですよね。本当香り感じで。いやー、素敵ですね。ちょっとボロボロで、デザインもやって、プロデュースしてっていう感じ。全部ですよね。はい、やってます。いつも夢のようなお洋服を作られて大好きです。毎日どこにもないレシピンとか、色合い、色がね、今回あのちょっと今回これがいいんですけども、あの色がメインです。本当素敵です。グレーのセンター、グレーのサンプルを持ちにした可愛いのがあるんです。これね、同じグレーじゃないけど、例えばこの白をグレーだと思って、グレー上こっち前でもいい。めちゃくちゃ可愛い。ちょっと白の上下着てみます。やっぱり上下白にしたい。いいと思う。すごい素敵。派手。大丈夫。素敵です。本当に白いそうじゃん。この後ろのシルエットが可愛い。可愛い。さてさて皆さん、マイランさんの展示会いかがでしたでしょうか。この会が面白いと思ってくれた、この回が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。マイランさんからお届けしました。